古屋敷遺跡は、福島県北方市塩川町にある5世紀後半から6世紀初頭にかけての豪族巨漢跡である。阿賀川支流の濁り川と立木川に挟まれた、周囲の氾濫源との飛行3メートルほどの自然堤防の上にある。県営補助整備事業に伴って発掘調査され、東日本の古墳時代の様相を知る上で重要であるため、 国の史跡に指定されて保存されている。阿賀川に沿った合津盆地の西側出口という、経済的、軍事的にも優位な位置にある。居住、貯蔵、祭祀等の各施設がよく残っている。遺跡の対岸1キロメートルの尾根城には、前方後円墳1基円墳2基からなる、天神面古墳群があるが、古屋敷遺跡を拠点に阿賀川の北岸地域を、 支配した豪族が葬られているものとみられ、競美遺跡の構造の点では、二重の掘りによって区画された区画施設があり、規模も大きい。遺跡は、全体的に、西を幅4から9メートルの掘り、東を消化線、北側を低湿地にそれぞれ囲まれた、東西230メートル、南北200メートルの備行地となっている。調査では、方形区画施設、倉庫群、 最初跡等からなる豪族居間が発見されている。方形区画施設は遺跡の南側と北東側にそれぞれ一つずつあり、南側は全体が概ね明らかにされており、一辺85メートルで大きく正方形である。幅3から4メートルの内堀と幅5から7メートルの外堀の二重の堀に包囲されている。 堀の東西両辺の中央各1カ所に出入り口があり、内堀には北辺3カ所、東西辺、各2カ所、南辺3カ所の豪族巨漢跡に特有の張り出しが見られる。堀の内側には炸裂があり、出入り口に対応して交差し、東側出入り口部分には四つ足門がある。区画施設は高度な設計技術に基づいて、 全体が、真北方向を基準とした7.2メートルの方眼状に作られている。炸裂の内側には一辺3から5メートルの縦穴住居跡が20棟あり、また建物の跡も1棟ある。二重の堀と炸裂の存在により、館内も特別の空間であったことが伺える。一方北東側は東西方向65メートルで、東辺は幅3から4メートル。 西辺と南辺は幅6から7メートルの堀で区画されている。南東隅からさらに東に向かって伸びている堀がある。遺跡の西には、掘ったて柱建物跡6棟と、縦穴住居1棟の倉庫群がある。2、2軒総柱建物4棟、2、3軒総柱建物1棟、2、3軒川柱建物1棟からなる。建物跡群は、東向きのこの地形に分布している。 遺跡の南西の低地からは、直径約3メートル、深さ1メートルの土工一基が見つかっている。月、高月、パチ、壺、古式、機台等の多量の土器類や、石製模造品、薄玉等が出土していて、採祀に使用された器物を廃棄した後であると見られている。福島県北方市塩川町大田木技古屋敷。ありがとうございます。